はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、ということで今日も排水溝にやってきております。もうちょっとどんよりしてるのでそろそろ雨が降るんじゃないかと思われますが、まあ行ける範囲で作業できる状況であれば続けてやっていきたいと思います。いや、もうすっごい気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいですね。もう信じられない、あの昔の映像が。いや、感動や。こんなして座れるなんていうのがもう想像できなかったですからね、昔の状況であると。まあ、ちょっと昔の動画もリンクに貼っておきますのでよかったら見てくださいということで今日もほじくり返していきたいと思います。ここからちょっとあの四角だけの残りとかもあるので、そういうのはもうちょっとのり目のとかとこ取っていって、広くなるかもしれないですけど、あの地下茎もバンバン抜いていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ちょっと頑張っていきましょう。はい、めちゃくちゃ広くなりましたね。ほんと気持ちいい。本当にここにね座り込むなんていう状況がねできてるのが、私からしたらもう本当に信じられないです。ほら、めっちゃ気持ちいい。こっちもね、こんな広くなるなんて。いやー、頑張ったな。よし、今日からはここです。まあ、これだけ差がありますよね、この状態とこれと。また全部きれいにしていきます。こんな感じで近くだけがね、のり面にぴょこぴょこ出てるんですよ、これちっちゃいのが。まあ、ちょっと高い位置になるかもしれないですけど、まあ、取れそうなやつはできるだけ削っていきましょうかね。今日は進む、できるだけ距離を進ませるというよりは、あとたくさん取っていく方を目標に頑張りたいと思います。カンタロウ水が酔ってるの分かるかな、分かるかな、太い水。うわ、切らんでまた。出た。よいしょ。あ、出たか。出た。よいしょ。ああ、やば。これは嫌な切れ方してしまった。よいしょ。こっち。こちらだ。開け。
オッケー。どこから？だけ降りたいんだけど、つながってるから降れない。どっちもしないと。これが切れん。キワやから怖い。つるはしを落とすのが。出した。しゃがね。ああ、やっと切った。すげえ残っちゃったけど、気になるけどなこれ。こう立てかかる。
の。切れんなこれ。切れた。これ嫌だな、これ嫌だけどしょうがねえな。並んでくれよ。やめた。気持ちいい。
発外すとすごい体力が落ちてくる。あ、よいしょ、よいしょ、すごい跳ねる。なんかこう下が固定されてなくてビヨンビヨンだから、あー疲れた、あー疲れた、あー行こう行こう。はい、終わりました。疲れた。ああ、際はきついわ。いや、でも綺麗に地下茎取ってますわ、こっち側。下にはね、ほとんどなかったです。こっちからこうね、下にこう、伸びてるのだけだったから、のり面を取れば全部出てきましたね。もこもこしてました、ました。あの、バール突っ込んでも、コツコツ当たらなかった。じゃあ3枚半ですね。半メーター半分やった、綺麗になった。足1個分はこんな感じで取れだった。こっからもまたね、のり面から出てるね。これ多分抜けると思う。頑張ればこっち側に伸びてるのとこっち側に伸びてるのと切りましたもんね。でも裏側が張ってそうだし、ちょっと深そうだからペコッとえぐれちゃうので、まあ今後気が向いたらかな。とりあえずこれはこのままにしとこう。でも君はもう多分すげえ抜けるよ。そんな気がする。よいしょ、あら、はい、今日の収穫がこんだけです。いや、もう全部際に潜ってたから疲れた本当に。この切り口がですね、こうなんていうんですか、ねじり切ったようなやつが多いんじゃないかな。どこ行ってるかわかんない。だからこれはあれですね、あの付け根2つ二股に分かれてたからノコギリで切ったり。いや、あれだよ。これね、のり面にこう出てるのもありますけど、ここもねどんどん伸びてきてますわ。ちっとで抜いとって、だってしとけば夏場の対策になればいいかな。どうなるかな。はい、ちょこで。まだ。もう汗だくだく、最近すげえ汗かく。水分補給して下にあと1本ぐらい取れたらいいかな。週末になるので子供たちが
子供たちがいるのでゆっくり撮影もできないのでできるうちにやっていきたいと思います。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。また明日も頑張りますのでお付き合いいただけると嬉しいです。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。